おはようございます。茂木耕作美空研究所、今日は12月15日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。砂塚森田さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。そして山本健太さん、昨日お疲れ様でした。ありがとうございます。モテ作コンサル、結構便利なシステムになってますね。割とあれ使えてて、ああいう準備しといてよかったなと思いましたね。はい、そしてですね、今日、ユージンさん、おはようございます。ユージンさんにはね、心から御礼申し上げます。朝からなんだっていう感じなんですけど、いや、ユージンさんが、ナオ君をですね、ぜひサロンに来ないかと。スタエフの、ナオ君のスタエフのチャンネルのコメント欄で、誘ってくださったんですよね。そしたら、ナオ君は、僕とナオ君ってさ、住んでる場所も近いし、さほどオンラインでわざわざ繋がんなきゃいけないほどの、なんていうか、別に困ったら何でも LINE できるし、いや、だから僕はね、特に僕個人と佐藤直だけどのやり取りだけだったら、全然普段からずっとやってたことだし、わざわざサロンメンバーになるならないでもないかなっていう、逆に近すぎてね、その 家族、妻は俺のオンラインサロン入らないよねっていうのと同じで、っていうぐらいの距離なんですよ。だけど、いや、よく考えたら確かに、他のサロンメンバーさんからしたら、なお君とこの安心できる空間、閉じた空間の中でいろいろやり取りするっていうのは、確かにあったら面白いよねっていう、すごく納得しましたね。で、友人さんがなお君誘ってくれて、なお君も友人さんとかさ、なんだったら茜さんのこともね、全然会ってないんだけど、素晴らしい人だなと遠くから見て感じ取れていて、その人と、あのクローズな空間でもうちょっと濃いやり取りできたら、今の自分の取り組みに、ヒントになるものを得られるんじゃないかというね、そんな趣旨でご入会くださいました。ありがとうございます。今のところね、いやー、ついに9人揃って野球チームが 作れるね。 あれ、なんだ、バレーボールとかもできるか。いや、すごいな。9人になるとは思ってなかったな。茜さんが10月に入ってくださって、最初、5人、6人からスタートしたのか。健太さん、砂塚さん、友人さん、周平さん、ゆかさんも10月に入ってくださったんだっけ。そうそう、だから今んとこ月あたり1人ずつぐらいな感じで 11月になったらあきらさん来てくれて、で、12月はね、なおくんと、ついにな、早くもですね、あきらさんの後輩ができるというですね 思ったより早かったですね。いやー、本当に、改めて嬉しいっすね。嬉しいな。ユージンさんもさ、毎回そのスタイフの音声配信の最後に、周平さんもそうなんだけど、みその研究所、ぜひ来てくださいと。公の場でね、それぞれ言ってくださって、いや、ありがたいなと。本 当ね、まだ僕が知り合ってない方もいずれ入ってきてくださったら、それもめちゃくちゃ楽しみなんですけど、今んとこさ、やっぱりなんて言うんだろうな、
あの知ってるけど、つながってもある程度いるけど、あ、もっと深く知れたらもっと素晴らしそうだなっていう、なんかそういうところですよね。だから日頃の発信って大事っすよね。あの公かあのクローズとかあれですけど、いろいろですけど、ユージンさんもさ、あの新学校のサタデーナイトミーティングの過去のアーカイブを見ていて、でその中で直くん、そんなんだって毎回毎回出てなかったわけだよ、その日体大の野球部でさ、クソ忙しいからね。その時から清水信之さんが、あのもう僕とあと3、4人、もう4、5人ぐらいしかいなかった時代ですよね。直くんと僕とミッキーと、うん、清水さんとか、あと田中さんとかもいたかな。だからほんと 4,5 人で、なんか運営、僕はね、ボランティアでお手伝いをしていたけど、運営をなんか正式に決める裁量があるわけでもないのに、なんか秘密の会議をしているみたいな。足上さん、おはようございます。まあ、なんかそういう時代があったんですけど、その録画アーカイブをユージンさん全部見てくださって、追っかけでね、ちょこちょこ見てくださってて、でその中に直くんいるな、こいつよう考えとるなみたいな。え、なん、その周りはさ倍ぐらいの年齢のおじさんたちなわけですよ。で直くんだけさ20歳になったなってないぐらいな時期ですからね。でなんか一番まともなこと言っとるやんみたいな。どうしてこんなにこう徳が積まれているのか、若干二十歳にしてみたいなさ。でなんか、ね、だからむしろこう一番包容力を発揮してたよね。あの時の明石さん、おはようございます。今日多いですね。いや、なんか来てくれたのよ、明石さんに会いに来てくれたんだよ。これは本当に、まあ誘われたのはさ、あの友人さんに誘われたから入ってくださったわけですけど、直くんはね。でもわざわざさ、直くん入会して俺に電話してきてくれたの。そんなシステムないんだよ。その入会したら俺にご挨拶の電話をとか、そんな体育会系の文化ないですからね。普通にあのこれから入る人は普通に入ってくださっていいですからね。あのまあでも直くんはさ、日体の野球部なんて、先ほど決裁させていただきましたっつって電話かかってきて、入会して、あの僕も今これからこういうことをやりたいと思っているんですけど、あのモンテサクオンラインサロンのメンバーさんがあの仲間になってくれたら、間違いなくこう自分の取り組みも、まあ、パワーアップできるんじゃないかって思ってますと。いや、そこまでの志をね持って入ってこれと、こちらも勝たせないわけにいかないんで、あのもう 100% コミットしますよ。もうね、それは割と自信あります。あのなんか自分やりたいことあって、こういう風に発信したらいいんじゃないかとか、ああいう風にやったらいいんじゃないかとか、まあ試行錯誤していくフェーズですよね。でそういう時に、あのじゃあみんなで、手伝ってあいつを勝たせようっていう、まあ一種のプロジェクトじゃないですか。まあそういう時にさ、あのそれはね、割といろんな人勝たせてきた自信あるんですよ。はい、まあね、そうだから、ありがとうって絶対さ、あの本当にあの満足してもらえると思うから、あのこれからもよろしくねって言って、いやもう本当にあの入ってる、まあ俺のことも、あの俺がサロン開いたことは分かってたんだけど、まあモンテサクと直接やり取りして、なんか相談してとか一緒に協力してとかっていう話だったら、まあまあそんなサロン入らなくても俺そういう仲だから全然いくらでも言ってくれれば何でもやるよっていう仲だけど、やっぱりモンテサクサロンに入っているメンバーが素晴らしいと、あの
周平さん、まあ、周平さんもね個人でも直接やり取りできるけど、あ、まあ、友人さんとあかねさんとかあきらさんとか知ってはいるけど、素晴らしいのだけども、もっと知れることあるだろう、学びたいことがあるっていうふうにすげえ思ってるんです。そういえばそうだな、入るしかないみたいな、そんな気持ちですみたいな。めちゃくちゃ熱いなんで真っ昼間からこんな熱い電話をしてきてさ、いやありがたかったよね。本当久々に胸熱でしたね。なんかまあ直くんとはもう何度も胸熱体験をしているんだけども、一緒に映画見に行ったり煙突町のプペルを去年ですね、2人で見に行って2人で泣いたっていうねなんだこの男2人で見に行って、で彼は彼で彼女と一回見てんですよ。で俺は俺で娘と一回行ってるわけ。その上でもう2回目か3回目ぐらいだったんだよな。で2人で見に行ってまた泣いてみたいな星はあるみたいなどの星を目指していくかもよくわからないよ俺は、うん、まあだけどさ、なんだろうな、なんて言うんでしょうね、まあどこが重なってるのかわかんないけど、間違いなくこう根っこですごく同じ方向向いてるっていうのは、言葉を交わして理解できたっていうよりはもう一緒にいたことで察知したっていうのに近いですかね。なんかだからその直感に近いもので一緒にいて、その結果1年2年一緒にいるわけですけど、彼はね橋の学校のゼロ期生なんでずっと一緒にいるんだけどさ、でまあお互いさモチベーション上がったり下がったりとかしてるわけよ。でそういうのも含めてなんですけど、もう根っこが完全にこうベクトル一緒やなっていうのは分かってるから、いろいろ胸熱経験あるんだけど、まあ、昨日の彼の10分ぐらいの電話はさ、本当になんかちょっとグッときたよね。本当熱かったわ。何よりそのなんていうか、僕まあサロンにご挨拶みたいな体でさ、もうちょっとそんな感じで、いや日体大野球部なんでみたいなさノリで電話してきてくれたんだけど、でもあくまで俺に挨拶っていうよりは、あかねさん素晴らしいんですよとか言ってるわけ。友人さんに誘っていただきましてね、で周平さんもいらっしゃるし、これからいろいろ本当にやってきたいんで本気なんだよみたいな、本気なんだよっていや俺はね本当にそこが嬉しかったですね。その俺じゃなくて他のメンバーさんに対して一緒にこう深くつながって自分の取り組みもシェアしていきたいと、でなんだったらそれぞれの他のメンバーさんの目指すものも自分から応援するっていう立場にも、なんだったらもっとなりたいと、要するにね、まあなんかファミリーとか家族とかいろいろ軽く言いますけど、なかなかそこまでの距離に人間関係ならないですよね。いやだけどさ、やっぱりなんか本当にこうユージンさんがまっすぐなラブコール送ってくれて、来てくれよと、あんなスカウティングがあるんですね。サロンメンバーに入ってくれっていうスカウティングがあるっていうのを僕は初めて聞きましたねそんなことあるのって笑っちゃうくらいストレートなコメントだったですよ。入ってくださいうちに、で俺が言うんじゃないね、オーナーの俺が言うんじゃないんだからそのユージンさんもメンバーとして月額会費を払ってる側だからね、そのユージンさんがさ、うちに入ってくれよみたいな、どういうことですか入ってきたらあかねさんがあかねさんでさ、あなおくんですねってなってて、あんな大学生に善がなったらって思ってたみたいな、いやいやそのあかねさんと善くんの親子関係素晴らしいなと思って、なおくんは
入ったんですって。でもこれ嘘じゃねえと思う。このやり取りできすぎだろって思うじゃないですか。できすぎだよな。どう考えてもできすぎなんだけどさ、嘘じゃねえと思うのはさ、まあ、直くんが何日前なのあれ、直くんの母上様ひろみさんね、広く美しいひろみさんですよとスタイフでコラボ配信してたのね。あ、それのコメント欄きっかけなんだっけ、したっけ、友人さんのやつって。まあまあ素晴らしいからそれもねぜひ聞いてほしいんですけど、母と息子の関係であれほどの完成形を俺は見たことがないよちょっとねよくできてる。ただ仲いいとかじゃないんだよね。すごくフラットな感じがあって、だからそのひろみさんが素晴らしいんですけどね。いや、なんか本当にひろみさんが学校の先生だっていうことなんですけど、本当俺ひろみさんの学校の授業を見に行きたいなと思ったもんね。いや、いろんな学校の先生お話ししてきましたけど、みんな素晴らしかったですけど、やっぱりそのね、授業ではこういうところを得意としていて、このフィールドではこの子たちに合わせてこうっていうのを展開しながら、実はでもその小学校の時まではよかったんですけど、息子が中学生になってどうも距離感合わなくなってうまくいってないですとか当然あるよね、そんなのねありますよ。まあそりゃそうだよねと、先生だって人の子だからさ。でまあそんな話たくさん聞いてきたけど、だから本当子供に対しての理解が深すぎて逆にさ、血のつながった我が子との関係がより難易度高くなるのかもしれないですね。結構そんな話聞くけどさ、どうなってるんですかあの完成度はひろみなおの、まあなおくんが素晴らしいのはこのお母さんだからだよねっていうのがもうすっげー見えるし、まあ大学生になって母とスタイフでコラボ対談してるわけだからね、考えられないよね。いやまあ別にその僕できないわけじゃないよできなかないけどさ、いやまあ全く別の内容になるのはいいんだけど、そうあの感じはね本当に聞いてて心地よかったですし、すげえもん見ちゃったなと思いましたね。最高の最後まで、まあ本当さたわいもないこう親子の会話を延々1時間してるわけよ。1時間の親子のさ、なんだろうな、雑談じゃないけど、まあ確かにこう家族内で誰々喋ったらこういう感じになるよねっていう、そこは別に何のあれもないですよね。そのテーマ設定とかでもないしさ、コラボ対談用にわざわざその企画っぽく作ってるわけでもなければ、まあ普通にいつも通りこうやって親子で会話してんだろうなっていうまんま出してたじゃない。そこがすごい、まあまずその点が素晴らしいのと、その上でこう話題がボンボンこうね、決まってないからその場でこうコロコロ転がっていくんだけど、まあなんていうかその二人の知性の高さと言いますかまあ言葉の一つ一つに対するこう丁寧さがあるし、相手の言葉に対して いい加減にキャッチしないというか、それはどういう意味なんだっけっていうのを、こういう意味か、ああそういうことねっていう、なんか一手間かけてちゃんと掘り下げてしっかりキャッチしてから返すっていう
この人でも結構大変なんですよね。特にジェネレーションがさ、こんだけ離れて、親とこのレベルで離れてるとさ、で、まあ長年付き合ってるからなんとなくこうふわっと受け取って会話を流すことだってできるわけじゃないですか。だけどもうひろみさんはさ、めちゃくちゃ丁寧なわけよ。めちゃくちゃ丁寧な上で、上にも立たず下にも立たず、まっすぐ目線が合ってる感じ しますよね。スタイフだから別にさ、あのお互いどこ見てるとか目線合わせてるとか全然見えないよ、音声だけだからさ。だけどまあその言葉の選び方、会話の交わし方、間の取り方、あの相手に対するこう言葉のトーンとか、その全体で伝わってくることなんでしょうけど、めちゃくちゃフラットやなと思いましたね。うん、フラットの作り方は本当こうなんていうか、いつまでも再現のないことというかさ、うん、上に立って喋ろうと思ったら、限界あるじゃんこれ以上高圧的にできますかっていうぐらいの上に立とうと思っても、まあ、これ以上いかないよねっていう多分上限あるんですよ。でまあ、じゃあ下にへり下ってた、行こうとしてもそれもまあ加減があるわけです。でも真ん中ってさ、本当にこれ真ん中なのかって詰め出したら再現ないよ逆に。いやね、だけどもうあの50分喋ってもずっとピタッと真ん中なんだよな。なんか目線がずれない、上にも下にも立たずまっすぐやってて、すっげえお互い丁寧に言葉をこうやり取りするっていう。でもしつこくないし、割とポップじゃないですか喋り口がひろみさんはさ。んでなんかね、あんなことできるんですね。いやすごいなと思ったんで、だからまあそのサロンメンバーみんなでね、これから奈緒くんがどんな取り組みしたいのか、まあなんかいろいろさ、いろいろ投稿してくれると思うので、応援していってほしいなと思っておりますそしてですね、まあそのついでにサロンメンバーではないけどひろみさんが何かしら頑張っておられることがあって、お手伝いできることがあれば勝手に応援していこうと思っておりますよ。いやでも初めまだサロン始まって3ヶ月経ってないわけですよ。もう2ヶ月半ぐらいですか。でこう特にどうなるかも一応ねコンセプトを立てましたけど、まあいろいろ研究しようと、話題は何でもいいから何でもいちいち掘り下げてポップでライトにシェアしようっていう、まあ、そんなノリですかね。で割と初期メンバーの6人でうまいこと盛り上がったよね。でそこから始まってなんかやっぱりその初期メンバーで盛り上がってまず第一段階じゃないですか、そこを超えれるかと。その後さ、もう初期メンバーで盛り上がるってことは新しいメンバーがどうやってその盛り上がってるところに入ってくるかっていうのは逆にハードル高くなっちゃったりしますけど、それもなかったと思うんだよ。どうですか、あかねさんかな、多分最初にどうなんだ、ゆかさんが先だったっけか。ゆかさん、あかねさんが2人10月に入ってきてくださったんだっけな、だったと思うんだけど、なんか割と2人ともスッと入ってきてくださって、なんていうか、まあゆかさんのねサロンに、入る関わり方と、まあ、あかねさんのまあ興味というか関わり方とちょっとずつ違いますけど、まあでも何でしょうね、もうすでに盛り上がってる6人のうちわ乗りに弾かれるみたいなことは多分なかったと思うんだよね、はい、割とこうスッと入ってきてくださって、
なんかすぐこう家族の一員になったというか、まあ、親戚のおじさんまでの集まりぐらいなんですかね。あ、そっちが近いかもしれないな。なんかその他人ではないな、もうなんかこれだけの深いつながりになるとね。なんか親戚、何親等まで親戚と呼ぶのか知らないけど、まあ、それを極限まで広げて、あ、親戚だったんですね俺たちっていう、なんかそれじゃないですねもはやどれぐらい辿ってそれがその家系図が正しいのかどうかももう気にしないぐらい遠いのかもしれないけど、まあ親戚同士ですよね。そんな明確な利害関係もないですけど、仲良くいりましょうっつって、ね、うん、その感じでこうまたそこにね、中島明っていう、リーサルウェポン登場してファーストインパクトやばかったですけどね。まあ中島明にこう入ってこれるのか内輪がどうとか関係ないよね単体で突破できる、突破力ある、決定的決定力がねあるんで、でまあ、あれで一発爆発しましたよね、中島明登場で、うん、でそうこうしてるうちになんかみんなそれぞれ音声配信とかやりだしてで、あかねさんが入ってきたのと別に僕が感じたのは、ゼン君がさスタイフ始めたじゃん。だからゼン君は俺の中ではさ、その9人目の新規メンバーとしてこう俺の中では感じがあるわけよ。ゼンも入ってきてくれてるよ。まああかねさんの、ね、音声聞いてる向こう側で、一緒に聞いてるっていう感じだったんだと思うんですけど、まあ、そこからさ禅自身が自分で発信するようになって、まあそれ自体も素晴らしいけどさ、また禅くんもさ佐藤直さんが入ってきてくれて、俺は嬉しいですみたいな小4にまで届いてますよ佐藤直の存在あんなかっけえ兄ちゃんになりてえよと思うよね。でもそう思ったら教育って勝ちですよねっていう、あんな大人になりてえなを見つけたらもう勝ちだよなって思うよね。でだから茜さんがそれをこう見事にこうああいう大人になればいいよっていうのをどんどん見せるっていう、まあ、キラキラした大人をに出会わせたらもうあとはこう距離取っとくっていうあのスタンスね、もう見事ですよね。花丸学習会もそうですけど、したらまあ前が見事にまたいいの見つけたぞと母ちゃんいいの持ってきたじゃねえかと母ちゃんいいまたいい大人を引き連れてきたじゃないかと。いやまあ母ちゃん直接その直君を誘ったわけじゃないけどさ、まあ、引き寄せた一員であることは間違いないからね。いや直さん来てくれたわ、いや嬉しいねとか言って先輩面を吹かせたよね前が小4の前が日体大4年生の直くんにね、いや来てくれて嬉しいっす最高っすよ笑っちゃうのは毎回のことなんだけど、いやだってさそれまで学校のこととか、ね、友達のことをこういつも通り話してるわけよ。でじゃあ今日はこの辺しますって言った後に、あそうだと忘れてたわ、なおさんメンバーに加入おめでとうございますみたいなわざわざ付け足してわざわざ付け足してさ、いやほんとよくできたやつだよな全は、うん、できねえよそんなことは、忘れたら忘れただから普通ね、よっぽど脳内のワーキングメモリーでかいんだよな、うん、まあでもナオ君から名指しでね、逆にさナオ君はナオ君で前屈すげえなってずっと思ってたわけ、だから入ったんだよっていうのも嘘じゃないわけね。いや本当にこんなこうなんかサロン内で毎日さ俺はお前を好きだよと、いやいや俺もお前を好きだよみたいな何をやってるのかよくわからない
前でそれをさ別にさサロン内でやってるんだったらいいんだけど、なんかさ公開放送でさお互いやってるわけよ公の場で、あの、告り合ってるというね、あの、謎に友人さんもさ、周平さんもさ、いや、ほんと素晴らしいですよ、あの、なんかすごいですと、あの、友人さんの、ここは最高ですって、砂塚さんはやっぱり視点が素晴らしいですわみたいなのを明田さんが言ってとかさこれ何を、その外の人たちは何を見されてるのかなっていう感じかもしれないけどそこにやってることの方にね、我々としてはね、なんですかね、ここまで振り切れたら大体できないことないですねこんなに自己肯定感の高い行動ってありますっていう話ですよなんかその変にね肩肘だった、俺はすごいんだ的な自己肯定感でもないしね、そういう不健全な自己肯定感でもないし、まあ、なんつうか肥大した自尊心みたいになっちゃうじゃん下手したらね。でもそういうのじゃないよね、なんかこうなんだろうな、あの人好きだわっていうのを言い合ってすっげー上がるっていうただそれだけだただそれだけだからね。いや本当に、いやこれからね素晴らしいサロンライフが、いやここまでの2ヶ月半も僕はできすぎだと思ってて、あのちょっと落ち着こうみたいなことを一回思ったんだけど、全く落ち着く気配なく上がり続けているわけなんですけど、でまたなおかつなおくんの加入でガーン上がってきてるっていうね。で多分ね、その直くんがやりたいことを応援しようって俺がこう、まあ、昨日話してて思ったんだけど、そのコーチングの、 あの、まあ、オンラインのつながりを作って、自分の学、まあ、自分と一緒にコーチングを学ぶコミュニティを作り上げていきたいと、一から。でそこにこう関わってる人たちも、ただコーチングをそのテクニックとかノウハウとかスキルとかっていう風に捉えるんじゃなくて、やっぱ直くんなりに志し合ってこういう人とつながっていきたいし、答えのあるものを学ぶではなくて、常に探求し続ける状態、まあだからもうまさしく研究なんですよねそれってね。まあ、なんかコーチング研究所みたいなコミュニティなんでしょうけど、まあ、それを僕はねイメージしてるんですけど、天野くんがそういうことをいずれ立ち上げる頃にはさ、そのお手伝いね、まあ、DMM のオンラインサロンで開くかどうかは分かんないけど、まあ、お手伝いできることありますよ。やっぱそのオーナーとして、まあ、裏方のねいろんな管理あるじゃないですか。メンバーさんのこういう情報をわざわざね預かって情報を預かるからさ、でまあそういうふうにやるとか、まあそれこそその DMM の運営さんとかとこういうやり取りするとか、まあそういうことっていうのは、まあオーナーになれたからは分かったことですよね。でそれは結構みんなが分かっといた方がいいかなと思うんですよね。サロンメンバーさんもそれぞれいろんなやりたいことに対してサロンを作っていく人材になると思うから、もう誰でもそうですね、次の10年ぐらいで、Facebook のアカウントを作るぐらいの感覚で、自分のサロンを一つ立ち上げるっていう感覚になって、でそのお互いのサロンに対して入り合うみたいな、だからこれがフォローし合う、今まではただでフォローし合ってたわけですけど、お互いのサロンに対してお互いで、魅力を感じて、入会し合うみたいなこう状態にいずれなっていくと僕は思ってるんですね。で俺は尚くんの考えてる取り組み、もしねなんかサロンみたいなものをコミュニティ何らかしら作ったら、俺は多分第1号のメンバーになると思うんですよ多分ね、まあ、それがまあだからそれだけじゃないと思うけど応援っていうのは、まあだけど
そんな風にねしていきたいなということで、ちょっと長期展望が初めて持てたのでめちゃくちゃ楽しみですということで今日はこれから私ね、小学校で読み聞かせに行ってまいります。今日はね読み聞かせ大好きなんですよ、本当に楽しいということで今日は皆さん誰と笑いますか。私は小学生たち、3年2組の小学生たちで、ね、娘のクラスじゃないんですよお前誰だっていうクラスに僕は行くんです、これからね。そこでね思いっきり笑っていきたいなと思います。それでは皆さん良き一日を。じゃあねー。